都内の学校が臨時休校になった影響で出荷できなくなった給食用の野菜を多くの人たちに食べてもらおうと、渋谷区で特別販売が行われました。東京産の小松菜販売してます。足立、江戸川、葛飾から取れた学校給食用の小松菜です。いかがですか？販売されたのは都内で取れた小松菜100キロです。給食用の食材として栽培しましたが、臨時休校が続いている影響で出荷できなくなっていました。今回は多くの人たちに食べてもらおうと、普段の半値の特別価格100円で販売されました。そう、もう協力しなきゃもうこの際どうしようもないもんね。10個ぐらい買ったんじゃないか。孫たちが来たりとか、あのメインのところにちょうど行くから、それにお土産に持っていくとか。今回用意された200袋は1時間で完売しました。地元の JA によりますと、給食の食材として使うはずだった野菜や卵のほか、卒業式で使う予定だった花も多くが出荷されずにいるのが実情だということです。今後も東京都と連携して同じような取り組みを行い、農家を支援していくことにしています。